マルクス・クラウディウス・マルケルス。マルクス・クラウディウス・マルケルス、紀元、前268年、紀元前208年は、共和制ローマ期の軍人、政治家。第二次ポエニ戦争で、ハンニバルに対して、果敢に戦闘を仕掛け、ローマの剣と称さた。LL を即音で表記しないことも多いため、マルクス・クラウディウス・マルケルスとも表記される。マルクス・クラウディウスの息子として生まれ、 プルタルコスの紹介するポセイドニオスの説では、この氏族で初めてマルケルスを名乗ったというが、実際には、プレブス系クラウディウス氏族で初めて政務官に就任したと思われる、紀元前331年の同盟の執政官のおそらく彦にあたる。聖来眼鏡で戦を好み、それでいて、戦場を離れると恩恵で情が深く、ギリシャ文化を愛したという。 第一次ポエニ戦争に参加。シキリア島でカルタゴ軍と戦っている。シキリアではよく戦い、兄弟のオタキリウスを窮地から救ったという。その後、それまでの活躍が評価されてか、紀元前226年にはアエディリス・クルリスやアウグルに就任している。アエディリスを務めていた期間中、彼の息子に同僚のスカンティニウス・カピトリヌスが言い寄り。 マルケルスは彼を告発した。カピトリヌスはのらりくらりと言い逃れ続けたが、最終的には有罪となった。紀元前224年頃にプラエトルを務めたと思われるが、詳しいことはわかっていない。ちょうどこの頃、それまで半世紀の平和を保っていたガリア・キッサルピナのガリア人との関係が悪化し、反乱が起きた。紀元前232年に五民間。 ガイウス・フラミニウスが成立させた土地分配法が原因のつとされている。紀元前225年にはテラモンの戦いでボイ族を打ち破ったものの、さらに北方のインスブレス族らとの戦いが続いていた。紀元前222年に執政官コンスルに就任するとガリア・トランサルピナから引き込まれていたガリア人の傭兵ガエサタエと クラスティディウム付近で遭遇する。マルケッテスと敵の指導者の一人、ビリドマルス、ビリダマースは、お互いの姿を認めるとマっしぐらに駆け寄り、マルケルスが撃ち取ってしまった。この指揮官から剥ぎ取った武具を神々に捧げ、ローマで最高の栄誉とされるスポリアをピーマを得たという。このスポリアをピーマを得たのはマルケルスが三人目、他の二人は半ば伝説の人物。 歴史上の実在が確認できるのは彼のみであるであり、また最後でもあった。この戦闘の後、メディオラヌム、現在のミラノで苦戦していた同僚、グナエウス・コルネリウス・スキピオカルウスの救援に赴き、メディオラヌムを陥落させ、ローマに帰還後、マルケルスのみが外戦式を挙行した。紀元前218年にハンニバルがイタリアに侵入し、第二次ポエニ戦争が始まる。 カンナエの戦いの敗北後ローマは、ファビウス・マクシムス・クンクタトルの自給戦法を採用していたが、マルケルスは大規模な海戦を避けつつ、ハンニバル軍に対して、果敢に戦闘を仕掛けた。そして第一次、ノラの戦いで勝利を収めたことで、ハンニバル相手にも勝ち得ることを示して、カンナエで昇進しローマ人を勇気づけた。またマルケルスは、紀元前214年より、 紀元前212年まで、足掛け3年ローマを裏切りハンニーバル側についた、シチリア島のシラクサの攻略も担当し、これを陥落させた。この時シラクサの防衛にはアルキメデスも参加しており、アルキメデス公安の数々の兵器は、マルケルスらローマ軍を大いに苦しめた。シラクサ陥落に際してはマルケルスは、シラクサ市民の殺害を兵士たちに禁じ、略奪は、 財産と奴隷に限り、略奪を最小限に抑えようとした。しかしアルキメデスは一人のローマ兵によって殺された。マルケルスへの連行を拒否したため、激行した兵士に、殺されたとも、高価な製図機器を奪おうとした兵士とのさかいで、殺されたとも言う。マルケルスはアルキメデスを殺害した兵を、自分の周りから遠ざけたという。シラクサを陥落させた後、イタリアに戻り、 ハンニバルを追跡していたが、敵対者の策動によりマルケルスは、白草から不当な扱いをした胸で、元老院に訴えられた。しかし無罪を得、この後シチリア党は、全党がマルケルス家のクリエンテスとなった。戦場に復帰したマルケルスはたびたび、ハンニバルと戦闘を重ねながら、勝敗に関わりなく、ハンニバル軍を追跡し続けた。 紀元前210年にはヌミストロの戦いで、紀元前209年のカヌシウムの戦いではハンニバルと引き分けた。後者の戦いでは多数の負傷者を出して事実上戦闘不能状態に陥り、追撃ができなかった。紀元前208年にマルケルスはご旅し姿勢官となり、対ハンニバル戦を担ったが、偵察中に伏兵にかかり、命を落とした。プルタルコスの 対比列伝では同じく優勝であり、どちらも強敵を打ち破って祖国に尽くしたものの、その勇猛さから最も必要とされる時期に不慮の死を迎えたとして、ペロピダスと対比されていい。マルケルスに悩まされたハンニバルは、と語ったと言われている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。